なえたの白星コマがある。前にお母さん、表情がお母さん、こんな感じで入れてます。パラライアニメーションのグッズを開封していきます。かわいい。グッズは頭いおりと TCW の旦那陽平の2個を買いました。あ、めちゃくちゃかわいい。やっぱり隣に並びたくて買っちゃいました。2つ。とりあえず頭だけ開けます。よいしょ。頭桁がちょっとだけデザインが違うんですけど、でも、あ、足が見えんの、かわいい。他にもさっちゃんのタツーが効いてたりとか、いろいろデザインとかは変わってるんですけど、でもビジュがいいんで、まあまあ気にしないでおきます。いや、パラアニめちゃくちゃ楽しみですよね。もう1話見たんですけど、作画が綺麗で、幻影のシーンがほんまに綺麗で、赤いやつらとか来たらやばいんちゃうかな。頭の幻影とか絶対かっこいいやん。雷グワーなって最高。あとメタルにキスするとことか絶対にもう発狂も。10枚に1枚は入っててほしいなっていう確率で23枚にしました。でもこの間の幻影の撮るほど動画は撮ってなかったんですけど、その時確か18パック買って白押しが0枚だったんですよ。えって、もうめっちゃショックでした。撮るほど本当に開封するの嫌いなんですけど、白押し来たらすっごい嬉しいんで買うのが止められないんですよね。とりあえず撮ることは頭の白押しと全員が揃ってくれたらいいなっていうのを目的で開けてきます。あー、撮ること開封が一番緊張する。もうハサミで切っていきます。切り終わりました。全員連れてきて、頭全メンバー連れてきて、頼んます頭。よし、開封していきます。シッキーだー。何この照明、写真みたいな、かわいい。ハジュン、お、ハジュン、レオくん、何言った、あれ、お、傭兵、リュウくん、かわいい、レオくん、アレン、あ、あかんやつら来た、うわ最高。かなた、チームビジュめっちゃいいですね、最高。あ、ナユタの白押し、白押し来てよかった。あー、かんやつら最高。傭兵、あれ、アップ、あれ、あ、スザク、スザクの白押し来た。リュウくん、でも引きか。トリフォト、私引きよりもよりの方が好きなんですよね。あ、でも2個も来てくれた、ほんと嬉しい。リュウくん、投げた。お、さっちゃん、さっちゃん、パラアニのビジュのさっちゃん、めちゃくちゃ筋肉すごくないですか。もうかっこよくてびっくりしました、あの筋肉の量。リュウくん、ハジョン、リュウくん、色でわかるかしら。あー、かしら、かしら、その表情何、どういう表情、かわいい、北斎、よっしゃよっしゃ。あ、え、アレン、アレン揃った、より引きサイン、白押し、あんちゃん、アレンいいの、あ、もうかしら、かしらサイン、あー、お、先生、かなた、クマがある、先生、ハジュン、前に、お母さん、表情がお母さん、お、コズメズ、よしよし、
レオくん、お、さつきちゃん、アリン、お、あんちゃん、ゼニー、リュウくん、ハジュン、ラスト2枚、先生、さつきちゃん、かしら、白押し、シッキー、こい、あーん、かなた、結果こんな感じでした。もう白押し3枚来てくれたのはめちゃ嬉しかったです。いつも使ってるのはこの2つで、こっちはセリアで購入したテープ付けのクリアファイルです。私はテープ付けのものよりスリーブの方が好きなんですけど、トルポトに合うスリーブが全然なくて、このスリーブでも長さがちょっと大きかったりするので、今スリーブはめちゃくちゃ探してます。白押しではない普通のノーマルのトリフォトはこっちのスリーブに入れていってます。横はジャストサイズです。白押しはこっちに入れてます。ジャストサイズです。でも少しかさばるので白押しだけテープ付けの袋に入れてます。収納しているのは以前にも紹介した無印で購入したものです。こんな感じで入れてます。パラーニのトレポトといつものトレポトとちょっと比べてみたんですけど、結構色味とか違いますよね。あとパラーニの方のトレポトはよりだとなんかすごいぼやけて見える気がします。このぼやけあまり好きじゃないな。パラーニのトレフォトは今後買わないかもしれないです。次回は決勝のグッズを開封します。ありがとうございました。